よし、やってこう。とりあえず、前回、館に行ってみろみたいなことを、こいつに言われたんだけど、一緒にお宝の場所も教えてくれたんで、で、これはちょっと、どうアクセスしたらいいかちょっとわかんないんだけど、これはいけるんじゃないかなと思うんで、多分これが焼け落ちた家のところの、前に置いてあると思うんで、で、この辺に空飛んでるやつがいるけど、まあ、そこはスルーしつつ行けば多分、これは取れるんじゃないかなと思うんで、これ行くのと、あと、前回赤い煙突の家に、読み物があったのを気づかなくて読めなかったんで、それもちょっと、先に読もうかなと。録画を見直してて気づいたんで、ここにそう、これがあるんで。で、これが、ミランダ様にヤギ2頭を献上すると。で、織物を献上したり、あと薬品と器具とかいろいろと言われて、で、8日は何も連絡がなかったけど、やけに家畜どもが騒がしかったと。で、夜明け前、で、やばいものをここで見ると。で、多分この 4人の貴族と見知らぬ赤子っていうのは、あいつらと、あと ローズマリーじゃないかなと。で、そしたらローズマリーが結晶に変わると。で、結晶になったローズマリーはバラバラにされると。で、その場から逃げ出して何なのだって言ってたけど、結局はこうなったと。まあ、イーサンの子供だしね、結晶化してバラバラになったぐらいじゃ死なないでしょう。ちょっとこの辺は一回録画やしたんだけども、ちょっとあまりにもあっち行ったりこっち行ったりしてグダグダになっちゃったんで、一回やり直してるんで。内容知ってました。そしたら、こっちか。ん？こっちじゃないか。こっちじゃないな。ちょっとね、あー、こっち行ってみよう。あ、こ、これ、ここ、この宝取れないや。じゃあこっちの宝行こう。あ、この宝も取れないや。ってやってたら、何も進歩ないまま、10分ぐらい経っちゃったんで、さすがに、これはやり直そうと思って。一旦やり直してる。ねえ、これ遠巻きに見るとカラスっぽいけど、人型の奴らなんだよな、これ。おお。地上にも止まってる。これか。ルイザの首飾り。よし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 。こっちにはなんかある。あ、なんかある。こっちにもなんかある。炸裂弾？グレネードランチャー？やばい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 や
こいつら一回も戦ってないな。ショットガンで牽制したぐらいか。いや、まだいっぱい来てんな。まあいいやいいや。多分もうこっちまで来ちゃえば。うん、多分あそこが境界だろうな。いや、そんなことはないな。ちょっと入ってきてる。逃げよう逃げよう。はあ、戻ってこれた。で、OK だね。したら、なんかこの二つはまだ取れなそうだから、お屋敷、どっから行くんだっけな、お屋敷。まあいいや、とりあえず一旦デブのとこ戻るか。デブ、デブ。そういえばお城って戻れんのかな。ちょっと時間があったらお城も戻ってみたい感はあるけど。こっちが四つ、翼、翼四つ。ん?胎児の紋章か。四つの翼と胎児が加わらないといけないのね。こっちはよ、多分四つの翼だけで。
開くと。怖いな。ちょっと怖いから一旦戻るか。なぜ戻るかというと、城抜けたすぐ先のところに井戸があったんで、それちょっと回してくるんで、一旦カットします。と思ったんだけど、行ってみたら、洞窟の入り口、塞がっちゃってて開かなかったんで、諦めて帰ってきました。さあ、進むか。いや、ちょっと人形の、動く人形の、ところがお屋敷って聞いて、ちょっとすごい楽しみなところはある。コードベロニカの指定みたいな、すごいゴシックホラー満載な感じになってるんじゃないかという期待を。死んでる。ん？こんな狭いとこで襲われたら逃げらんないんだけど。なんか泣いてるな。カラスか。いっぱいぶら下がってんな。なんかクリック音聞こえんな。お人形。やっぱお人形の頭が、頭だけ、頭のない人形が、確かトレジャーに。いや、不気味。あ、カラスか。カラスが鳴いてたのね。ふわっ！くそ。あ、なんか落とした。お金だ。やっぱこの世界のカラスも倒すとお金落とすんだ。ひぃ。なんかすごい、こういう島あったよなっていう話をセブンの時もした気がするけど、こういう人形をひたすら吊るし上げてる島が確か海外のどっかにあるっていう話をした気がする。ん？この段差はなんか意味あんのかな？逃げたりするときに使えるのかな？もしかしたらなんかあんのかもしんないけど、ちょっと今見つかんないから、後にするか。多分意味もなく分かれ道になってるってことはないはずだから。乳母車。あ、人形の頭と思ったけど別に、そういうわけではない。ただバラバラにされてるだけ。いや、多いな人形。つい上ばっかり見ちゃうな。吊り橋か。大丈夫かこれ渡って。おっと。おい。大丈夫か？ホラーゲームの吊り橋って結構落ちるけど、あと E さん結構踏み外すから怖いな。はぁ、なんとか渡り切った。E さん、今回は踏み外さなかったね。E さん。え？あ。怖いんだけど。イーサン、ついてきて。伝えることがあるの。いや。え、そんなバカな。イーサン、また幻覚見ちゃってんの？まあ確かに、また薬で腕回復するぐらい、なんか、エブリンの金残ってんじゃないぐらいの再生能力見せてたけど。まさか、幻覚までまた乱しちゃった。開かない。普通じゃない。 E さん、なんとかしないと。なんとかしたいですよね。なんとかしたいですよね。こっちはいけないけど、もしかしてこれって、あ、全然もしかしなかった。いや、なんかでもこういうのある感じ、すごいベロニカっぽい。てか走れない。ひぃ、なんかすごい、ホラゲー感出てきた。嫌なわけない。そりゃね、なんか灯籠みたいなんだ。まあ違うんだろうけど。こんなとこに灯籠あったら場違いもいいとこだしな。いや、今まではちょっと、なんか、ちょっとしたアクションシューティングっぽかったけど、なんかこの辺は、普通に、ホラーゲーっぽいな。ん？お墓。誰かいる？
ただの人形か。あ、ベネビエント1987から1996年、何かがかすれてるのか。何もアイテムはどうかしてる。特にアイテムはなしと。バイオ4を意識してるんであれば、なんか鳥の巣とか打ってアイテムとかもうちょっと考えたんだけど、鳥の巣が見つからない。諦めるか。本当、人形ってただいるだけで不気味だな。調べる。思い出を捧げよう。思い出。写真？これ、今になって使うの？ほい。どういうことだ？開いたし。暗っ。うん、うわ。こんなとこにエレベーターか。ほい。下にも行けたんかな。いや、これが、今いる場所が下か。おっ。見えるのはランプの赤、うん。一緒に来て、E さん。どこに？いや、長いな。あ、ついてこっちか。で、おもむろにオートセーブが入ると。ふう。あ、なんかさっきまですごい白黒っぽかったけど、やっと普通の色になったと思ったら、うわ、見るからに恐ろしげな屋敷が。いかにもホラゲの舞台ですって感じのお屋敷が。ベネビエント邸。いやー、なんかすごい、もう佇まいだけでワクワクしちゃうな。とりあえずなんかお庭にアイテムないのかな。何もない。テラスは何もない。なんか武器構えてないと思ったら武器閉まってたんか。中が見える。中は結構綺麗そうだな。こっちはいけない。日本だったら、あ、ほい。こんなとこに家怖くて建てられないよな。地震とか起きたらとか、そういうことを考えちゃうと。まあ、その分日本はすごい耐震とか気をつけて建物作るんだろうけど。お邪魔しまーす。いや、ほんと綺麗だな。あ、普通に帰れる。さーて、どんくらい広いんだろうな。結構外から見た感じ大きかったけど、こっちはいけない。とりあえず、セーブできれば、タイプライターあれば、位置確認しときたい感はあるな。さすがに。あ、壊せない。さすがに敵地でセーブはできないかって言おうとしたけど、めっちゃお城でセーブしてたもんな。1階はこっちも行けんのか。で、ちなみに、時計は調べらんないから、特に仕掛けはないか。この辺とか切ったら、何も起きない。ふっ、ふっ。この辺の引き出しも開けらんない。なんか、今日のEさんは随分控えめだな。おっ。いや、でもほんと、綺麗だな。なんかもっと小汚い、不気味な屋敷を想像してたけど。いや、でもまあ、こういうのいると不気味だな。めちゃめちゃ明るいし。
ん？ん？読み物ってわけではない。何これ？お花？このお花をどっかから持ってこいってこと？おー、びっくりした。お皿？なんか何もないと逆に取り逃してるんじゃないかと不安になるな。あ、でも何もないんだ、ここ。アイテム。逆にさっきの玄関ホールはアイテムあったんだ、まだ。なんだこれ。ここに入ったものは生きて帰れないみたいなことをクラウドが言ってたけど、特に誰かの死体が転がってる感じではないんだよな。いやー、ちょっとこの廊下の先怖いな。なんか急に汚くなったけど。なんか、ほんと、人を招く場所だけ取り繕って、裏方はもう存在みたいな。いや、汚ねえな、ほんとに。で、またエレベーター。ほい。何もなーい。ここの廊下も特にアイテムはなーいと。エレベーター使える。けども、どうすかな。開かない。エレベーターに乗るか、ちょっと玄関ホールもうちょっと調べるかだな。階段も登ってないし。ちょっとエレベーターは先に進んじゃいそうだから、ちょっと、玄関ホールの階段登ってみるか。これ一瞬人型に見えちゃうんだよな。ただの手すりだけど。うわ。こいつが喋ってたんか。目が黒い。どいてよ、ブサイク。私が見えないでしょ、みたいな。すごい、テンションの高いお人形さんだったけど。ん？あ、文字じゃないか。ただの食材か。で、今、カチャカチャって、あ、いた。ロッキングチェア。特に何もないんだ。じゃあやっぱエレベーターで先に進めばバンジーは OK？ ここで誰かが寝てんのか。おりゃあ、壊せない。あのお城は風に弱い女の子たちがいたから窓を割れたのか。誰だこいつ。まあいいや。そう、ここがどっちからも開かないのがめんどくさいな。また迂回して、あのエレベーターまで戻らなくっちゃ。よいしょ。さてと、じゃあ招かれるままに。よいしょ、身を任せて押すと。これはどっちに行くんだ？上か下か。下だ。さっき上がってきたばっかなのにもう下がんの？お？地下室も案外綺麗ね。ここはなんかアイテムあるな。ん？調べる。配電盤のようだ。鍵がかかっている。配電盤の鍵的なアイテムを。いや、なんか、何も出てこないのが逆に不気味だな。あまりにも静かすぎるよ。いや、これは、あれなんかな。嵐の前の静けさなのか。本当に何もないの。セーブ部屋ってわけでもないのに、めちゃめちゃ静か。どういうことなんだ。ほら、なんかスクリーン、なんかここで上映すんのかな。
3が抜けてる。3が抜けてる。どっかから3を持ってくんのか？ふっ。ふっ。何もない。開かない。ここは開かない。いや、本当に不気味だな、これ。すごい静か。ふっ。いや、大丈夫か、これ。ただただ何も出てこないけど、ここまで、不気味なのもすごいな。ちゃんとホラゲしてる。おっ、なんかいる。とりあえず閉めとくか。まだ先がある。あー、これ取っちゃうと先進んじゃうやつだったか。アンジー、ずっとあなたを待ってたの。あたしローズよりいい子だよ。お願い、アンジーのパパになってよ。あ、いなくなってる。待て、俺の銃は。嘘。あ、ハイゼンさんよりもなかなかできる子だな、アンジー。調べる。え、なにこれ。左足を探る。視点操作。どういうこと？ヒントも何もなくやっても、それはわかるわけないか。あ、セーブできる。じゃあこの部屋ちょっと調べたら、一旦セーブするか。こっちはいけんの？あ、ダメだ。てか、あ、本当にまるっきり全部奪われてるんだ。まあ普通そんくらいするもんな。あんな武器も全部持たせた状態で、ゲーム始める方がバカなんだよな。あの、グラさんのハイゼンさん。まあいいか、じゃあ一旦セーブして、続きはまた今度。